お疲れ様でございます。まずローマ教皇のフランシスコ教皇を訪日されて、被爆地広島長崎を訪問され、また、被災地もご訪問いただいて、心からお礼を申し上げたいと思いますし、核兵器禁止条約に安倍政権参加していません。教皇がおっしゃったこと、やはり核と人間は共存できない、最大の人道に対する罪である核を廃絶するために頑張っていきたいというふうに思います。その先頭にぜひ皆さん引き続き立っていただいて、ご活動をよろしくお願いいたします。また昨日、桜を見る会の追及チームを追及本部に変えてですね、76名の国会議員が入りまして、8つのルートですけど、これもう国会で嘘を言ってるということが次々明らかになりましたので、許しがたいと思います。それからシュレッダーですか、備品を見に行くのにアポイントがいりますかね。で、これ、官房長が、内閣府の官房長がそれを やったということですので、当面、内閣府からのアポイント、法案やさまざまな海外大臣の海外出張も含めてですね、受け付けません。これ、国会の行政監視機能を甘く見てるというか、無視してる、とても許せないと思います。安倍内閣はもう本当にその私物化の権化と言っていいと思いますので、徹底的に倒しにいきたいと思っております。そのことで奥の代行の方から今後のことについて少しお話をいただきます。また今日ですね、朝共同会派の行革部門の合同会議をやりましたけれども、決算委員会をずっと審議拒否しています。もうこのとんでもない話で3年間溜まってるんですかね。で、中にはですね、フォーリンミリタリーセールス、FMS ですね、これできた時私の前払いで何年も日本に装備品が来ない、あるいは金払ったのに渡さない、あるいは未精算、これ私平成9年からこれずっと追及してますけど、全く同じです。で、同じどころか私たちの政権の時も500億くらい買ってましたけど、もう今7000億ですから、ものすごい無料 でその中で自衛隊員の貴重な命が失われ、危険に逆にさらされていると、使いもしない、入りもしない装備品をですね、アメリカへの、まさに、なんて言うんでしょうか、トランプさんをなだめるためのお金、接待費、こんなことに使われたとしたら、とても許せないということを申し上げたいと思います。また自民党の会合で、東大が民間英語試験を導入するように、文科省に指導を求めていた、下村博文元文科大臣の音声が明らかになりました。教育行政に強い影響力の文科大臣経験者がこのような形で教育関係者に要請する、で中にはですね、その中立であるはずの方々に憲法についても言ってますね。だからもうこの憲法をおもちゃにし、教育をおもちゃにするものと徹底的に戦っていきたいというふうに思います。私の方からは以上です。そして予算委員会、これ参議院3分の1があったら、参議院規則38の2で開かなければいけないになってるわけです。これ求めました。しかし反応をしてない、2国会これ続けてやるということは重大な決意でもってこれ臨みたいと思いますんで、衆議院の予算委員会も含めて、はい、渡辺理事長お願いします。衆議院の予算委員会はですね、もうとにかくこの集中審議を開けと、関連の参考人も来るで、これまでもずっと言ってきますが、もうとにかく与党数の力を背景にして、とにかくゼロ回答を続けてます。とにかくこの国会が閉じることを彼らにしてみればですね、もう波風立てたくないと、野党要求など全くその一個たりせず一周すると、まさにこういうものを戦っていきたいと思います。はい、以上でございます。これ本当にそのどういう一見安倍氏がなんかぶら下がりで説明したみたいですけど、あれ一問一答に答えたわけじゃないですからね。で、参議院の本会議だってこれ、あれでしょ、その日米防衛協定の、そうです、要するに
議題外で自分が答えたってそんだけでしょ。だからもうとんでもない状況なんで、まあ、それだけ逃げてるっていうことですし、桜を見る会ばっかりやってるっていう声を聞いたらですね、100倍にしてもっとやりましょう。よろしくお願いします。じゃあ牧理事、はい、本日の会議は元々の資料にございます赤い法案の処理のみでございますけれども、同意人事について、まあ、与党の方からは、なんとか今週内にということでございますので、またその辺の判断もお願い申し上げたいと思います。なお、大体火木でこう上がりをきてやってきましたけれども、まあ、その同人事の行方次第で、今週はひょっとすると今日の火曜日の本会議の次は金曜日の29日になる可能性もあります。で、あとですね、ちょっとついでというか、文科の方の報告申し上げたいと思うんですが、桜を見る会も大事ですけれども、文部科学の、まあ、英語の民間試験は、まあ、とりあえず1年延期をする中で、まあ、検討するということになりましたが、まあ、記述式の国語数学についてですね、まあ、いろいろこの議論の中でまた別の意味でもっと深刻なさまざまな懸念があるということで、これについては先週水金と、まあ、今週明日も一般質疑、まあ、これの集中的な一般質疑というのをこう約束をしています。で、まあ、水金の議論と、まあ、昨日野党の合同の部会もやりましたけれども、ここへ文科省から読んで、あとセンター試験とかですね、読んでいろいろ話をしたんです。まあ、その解決することは全くもう平行線ありえないというか、まあ、問題いくつかこう整理するとですね、まずその採点の質が担保できるのかどうかというと一番の問題ですけれども、まあ、ベネッセはその2万人その採点する人間を登録していると言ってますけど、その2万人の内訳がですね、高校の先生なのか大学の先生なのか、あるいはその学士修士博士なのか、あるいは在学生も含んでいるわけですけれども、この人たちの2万人の内訳を明かせと、うん、学生が何人とか主婦が何人とか、そしたらそれは企業秘密だって言ってそれが出せないっていうね、そういうどういうか、そんなひどい話になるわけで、これは模擬試験と違って本当に大学入試ですから、これは半ばその採点する人は公的な仕事を受けようんですね、うん、それが個人名まで出せって言ってるわけじゃなくて、どういう属性の人たちが何人いるのかということすら出せないのかということですね。で、本来その記述式を採点するわけだから、作文者と同じか、あるいはそれに準ずる能力のある人なんて、これはとてもその学受験生が人生かけて受験するわけで、それはそんなものその内訳も明かせませんって言うんじゃない、これとんでもない話だということと、あとはその自己採点がこれできないですね。そういう問題をどう解消するんだったら、これから検討します、もうこれから検討しますって話ばっかりなんですよ。あとはその利益相反ってね、ベネッセの子会社、まあ、そもそもこの採点も子会社なんですけども、学力評価なんとか機構ですね、研究機構かで、ベネッセの参加のなんとか個別指導学院だとか、なんとかゼミなんかとか、あるいは教材も作ってます、まあ、これは明らかに利益相反今回の株式会社学力支援研究機構、学力司法科研究機構の代表者と、ベネッセの商品企画開発本部長というのは同一人物だったということも分かってですね、これもその12月1日までに是正するって言って、まあ、それは片方でやめるって話なんでしょうけど、じゃあ契約の時は どういう認識だったのかと。ひどいですね。だからその、あれもできないですよね、その秘密の保持もできないですよね、同一人物だと同じですか、同じですからね、自分に自分で、だから契約時はそれを分かってて契約したんだ、明らかにこれ契約上瑕疵がありますよね。だから今から解除したって別に構わないと思うんですよ。それはもうひどいですね。問題がそのあまりにありすぎて、で一つ一つ一つの回答が満足できる回答ないですね、全てこれから検討します。でこれからっつったってもう来年でしょ、うん、そうそう、で明日とりあえずね、今日ももう一回部会やります、
回答を待ってください、うん、で明日の委員会もあります。で参議院の方でも、まあ、給特法がまだ人質でありますから、うんね、参議院でもきちっとやっていくけど、うん、でまあ英語に引き続いてなんとかこれをねその中心に持っていかないと、うん、これは高校からも大学からもこれはもう反対の声が、うん、ここは7割反対ですから、うん、そりゃそうですよね。たまったもんじゃない。自分で採点できない、採点する人は誰かもわからん、うん、そして、利益相反を起こしてるって言うんだと踏んだり蹴ったり蹴ったりで、これも一つ今の安倍政権の新自由主義的な政権の目玉ですから、なんとかこれをこの人たち教育に対する憎しみがあるんじゃないですかね。なんか勉強した人に罰を与えようと思ってるとしか思えないですよこれ。わかりました、頑張りましょう、はい、それでこの桜を見る会の国会での嘘っていうのはこれものすごく厳しく私たち見てます。場合によっちゃそれなり の覚悟を持って国会に臨みたいと思いますので、ぜひ各理事に波静かであればということだけ必ず言うように言ってください。つまり資料がこれ以上出てこないとか嘘をついたということがもう明らかなんで、よろしくお願いします。じゃあ委員会もございましたが、昨日桜を見る会追及本部ということで追及チームから人数が一挙に6倍以上7倍近くになりました。で、昨日立ち上げありまして、原口委員長からも冒頭ご挨拶をいただいたところでございます。で8班編成ということで、山口下関ルート、ホテルルート、それから桜を見る会調査ルート、調査チーム、昭恵夫人ルート、名簿調査班、ネット調査班、それから新聞、地上波とのリアルメディア調査班、それから法務班ということでありまして、このメンバーで私が法務班のキャップということでありまして、だから、日吉先生が、昭恵夫人ルートですね、それから関さんがネット調査班ということで、はい、それぞれ事実の究明にあたると、お手を緩めずにですね、しっかり追い込んでいきたいと思っています。残念ながら、予算委員会を求めていますが、予算委員会でしかですね、総理のから説明を求めることはできないですね。だから予算委員会、開催を求めていただくと、いずれにしてもですね、来年の冒頭補正予算の審議がありますから、そこまで、とにかく我々は事実を積み上げてですね、とにかく総理から、説明責任を果たしていただくということだと思います。それから、スレッダーの話ですね。早速昨日これに行ったのが、名簿班なんですが、内閣府に行ったけれども中に入れても見せてもらえないということであります。よっぽどやましいことがあるんじゃないかというふうに思います。しっかりやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ、応援いただければと思います。以上です。さっきの内閣府からの官房長のあれは徹底してください。アポイント受けませんか。だってシュレッダー見に行くのにアポイントが必要な役所なんかありやせんです。あまりにもとぼけてるんで徹底的にやりたいと思います。藤井先生、おはようございます。おはようございます。今僕の代行からお話ありました通り、私も桜を見る会通業本部で昭恵夫人ルートの犯人に入りまして、いろいろ調査していきたいと思います。もう早速打ち合わせを始めておりまして、まあ、少しもう情報も来ているような状況です。引き続き頑張ってまいりたいと思います。それとあと法務委員会の件ですけれども、まあ、今日稲戸みたいにいらっしゃらないので私の方からご紹介していただきます、はい、今法務の会議、はい、そうでした、ね、はい、会議中で、株式、会社法のですね改正案、これにつきまして株主提案権も質的に制限するような、うん、条文がございましたが、まあ、真っ当な、提案についても制限される可能性があるということで非常に危惧しておりまして、野党で、まあ、廃止、そこを削除する修正案を提出しておりましたところ、うん、まあ、それが通りましてですね、修正案、まあ、まあ、自民党も自公もですね、うん、一緒に修正案を提出するという形で、委員会をが承認が得られたということでございます。本日、本会議でありますけれども、まあ、こういった野党が、まあ、修正をしていくというですね、こういった、まあ、議論ができたということは良かったと思います。
とても大事なことですね。あの我が党をはじめ、共同会派の案を丸呑みしたと、はい、まあ、野党案というんですか、はい、あのこれ非常に大きなことで、あの国会のまあ一つのあるべき姿の典型だと思います。ご努力ありがとうございます。じゃあ関委員。はい、ありがとうございます。あの桜を見る会なんですけど、総理があのぶら下がりで説明責任を果たしたとい う全く説明になってない説明だっていうのは誰が見ても明らかだと思いますので、私も与えられた役割の中でしっかりと追及していきたいと思います。以上です。今日ですね、11時から、ホテルの大きなホテルの営業の責任者だった方に、来ていただいて、その方は政治資金、収支報告とかそあの政治資金にもお詳しい方ですけど、まあ、ちょっと顔は出せませんが、あのライブをします。でホテルがどういう形で、仕事をこの大型ホテルですね、超一流ホテルと言われているところ の, あの契約の中身をお話しいただくみたいなので、あのぜひ、ご注目をください。それでは一旦止めます。